これでシミ消し用のコンシーラー難民が減るといいな、減るかな。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日は肌タイプ別シミ消し紙コンシーラー、はい、やります。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しています。チャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、大きく分けて肌タイプ、今回のコンシーラーに限ってはですね、2つに分けました。2つ、1つは油が出やすいか出にくいかの2タイプです。まあ要は毛穴が目立つ人は油が出やすいし、化粧崩れがしやすい人は油が出やすいっていう感じですね。それ以外の人はこちらの油が出にくい人で、それで大きく分けていただいて、私が勧めるシミ消し用のコンシーラー3選。1つ目、いつも使っているザ・セムです。これは私自身がいつも愛用してます。そして2つ目、以前はこれを使ってました。ザ・セムの前はこれを使ってました、ナーズで。最近加わりましたこちら、これはもうアットコスメとかでダントツ1位なんですよ。なので気になって買ってみました。でやっぱり紙コンシーラーでした。で今私が気に入ってるのはこの3タイプです。まずですね、油が出やすい人、はいはい、バケコもそうです。はい、こっちです。こっちがいい。なぜかというと、要するに乾燥しやすいんですよ。崩れにくいんですよ。すぐ乾くのでフィットもしやすいんですよ。で自分の肌から出る皮脂とちょうど混じっていい具合にこうピタってくっついてくれる感覚があります。はい、多分私の動画を見て使ってみていただいて成功したっていう方は、だいたいその感覚、私が言ってる感覚が多分分かっていただけると思うんですが、そういう感じです。だからこれは圧倒的にやっぱり脂性肌の人とか油が出やすい人、崩れにくい人、毛穴が多い人などはこれがやっぱりおすすめです。ただしね、ちょっと色が大黒すぎるので、その辺はね、チークとの加減とかうまくやっていただけたらなと思います。ちょっとね、黄色っぽくっていうか白っぽく出たりとかするので、その辺はちょっと要注意。もう一つ注意があるんですよ。何かっていうと、やっぱり動画を見ていただいて、これを試してみたいただいた人の中にですね、パサパサしますとか、ちょっと乾燥してひび割れてきますみたいなコメントが何個かあったんですね。そういう方にメッセージなんですけれども、お粉をしてますか？ベースメイク、化粧下地をやった後コンシーラーやって、その後もしお粉をやっていたら、一度お粉をやめてみてください。それでピタッてくっつく感覚っていうのが分かるかもしれません。はい、それをまずはね、2、3時間ちょっとメイクした後放置してみるっていうことをちょっと検証してみてほしいなと思います。人によってはね、やっぱり粉を打った方がいい人っていうのもいらっしゃるんですよ。それは細かい肌タイプによって変わってくるので、何とも言えないところではありますが、テストしてみたらいいかなと思います。とりあえず1回粉やめてみてってことですね。でこれを使ってみてね、やっぱり乾燥しますとか伸びませんとか、ぼかせませんっていう人も中にはいらっしゃるんですよ。そういう人はおそらく油がほとんど出てこないタイプの方、こっちがおすすめです。こちらで、こちらとこちらっていうのはね、さほど変わりはないんですが、色味で言うと若干こっちがちょっとオレンジっぽい感じかなっていう感じで、若干こっちはピンクっぽい感じかなっていう感じで、こちらに関してはすごく色のバリエーションがめちゃめちゃ多いです。はい、でこっちはまあ何個か種類はあります。ほとんどね、あんまり変わらないけど、まあ、こっちの方が若干重め、こっちの方がちょっと軽めっていう感じです。
はい、ですごく乾燥して伸びないっていう人はもしかしたらこっちの方がいいかもしれない。でどっちかっていうと、乾燥ではないけど肌が綺麗で、若々しい水分量の多い肌はもしかしたらこっちの方が合うかもしれない。そんな感じですね。大雑把に分けるとそういう感じです。で私みたいな肌がこれを使うと隠せなくはないんですよ。その時は一瞬はだけど時間とともに浮いてきたりシミが浮き出てきたりとかちょっと油が出てきたりとかそういう感じがあります。こっちのもやっぱね自分の肌とピタッときますよ。油症こっちよ、そうじゃない人こっちよ。これねやっぱり一回自分がどっちか分かんないなって思ったら試しにこれはプチプラなのでこっちから試してみるのはありかなと思います。はい、こっちはねデパコスで、そこそこお値段するのでこっちでバケコが言ってたのはこういうことだなっていうのが分かって私はじゃあこっちじゃなくてこっちの方が合うんだわと思ったらこっちを試してみてはいかがでしょうかっていう今日はご提案でした。はい、これでシミ消し用のコンシーラー難民が減るといいな、減るかなって思ってますが、皆さん、ぜひやってみてください。私オンラインサロンもやってますのでぜひ覗いてみていただけたら嬉しいです。ではバイバーイ。チャンネル登録お願いします。